みちゃん今日は絶好調だったな。そうか、負けてられないか。そうだ、イナケン、頼みがあるんだけど、いいか。その件じゃないから安心してくれ。話は簡単だ。明日の早朝勤務を代わってもらいたい。それだけだ。めぐみちゃんに負けてられないって思ってるんだろう。いい機会じゃないか。何事も経験ってやつだ。そうか、やってくれるのか。6時。頼んだからな。じゃあ俺らも帰るか。ケン君、朝ってすごく空いてるのね。そうなの？この間のケン君の意見、参考になったわよ。こちらこそお礼を言わなくちゃ。また今度お願いするわね。あっちの窓際の席、いいかしら。
っぱりね、コールドスープ系って全種類試してみないと気が済まないみたいなの。私はよく外が暑くて食欲が出ない時に2つくらい飲むわよ。暑いと固形物が食べられない気分の時あるじゃない。今年のコールドスープはルサックが一番よね。冷たいスープって好きなのよ。だからついつい頼んじゃうの。聞いてくれました。ケン君は新日派？それとも全日派？プロレスに決まってるじゃない。やっぱりプロレスはスポーツを超えた別世界にあるものだと思うの。熱い魂、力のたぎりをあんなに痛感できるものはないわ。ケン君もそう思わない？
でね、ダーってやると今まであった紆余曲折みたいなの全部すっ飛ばしてスカッとするのよね。燃える闘魂って素敵な言葉よね。私も頑張らないとって思うの。あ、忘れてた。ちゃんとお腹に物を入れておかないと酔いが抜けないから、うん、大丈夫かな。あ、酔い覚ましにスープ飲んでたなんて絶対ホタルには内緒にしといてね。ありがとう。ごちそうさま。お勘定お願いするわね。
お疲れさん。悪いけど夕方からも頼むね。あいたた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 、何すんだよ。だからしょうがねえな。ところで今日の帰りは空いてるか。バツナギの暇つぶしってか。まあいいけどさ。なんだよ、やぶたら棒に。俺が全然そんなことないっての。大体まだ志望校すら絞れてないんだぜ。おいおい、そんなの一緒でも何の自慢にもならねえよ。俺が見てた限りじゃ、剣はかなりの
けりゃもっと伸びるって、そのまま腐らしちゃもったいないぜ。うまくいったらそのうち教えてやるよ。あ、今から帰り。ああ、部活かな。水泳部。でも髪の毛とか濡れてないね。他のクラスで補習受けてただけかな。どうよ。ああ、やっぱり。それで、それがあなたたちに何か関係があるの？関係ないから、ただ荷物を取りに来ただけ。そうなんだ。ねえ、よかったら高野ちゃんも一緒に帰らない？お家どこだっけ？ごめんね、私部室に寄ってっから。あ、そうなんだ。こっちこそ無理に誘っちゃってごめんね。そんなこと。おいけ、なんだか俺たちに対する態度と随分違わねえか。別に何したわけでもないと思うんだけどな。やっぱり男嫌いなのか。ねえねえ、ケンちゃんたちに何をこそこそ話してるの？そうそう、今度4人でカラオケでもどうかなって話。うん、それいいね。高野ちゃんどう？私、そういうのはちょっと忙しいし。部活やめちゃうって言ってなかったっけ？やっぱり続けるの？え？そうなの？もう
推薦決まったんだ。推薦は受けないわ。ねえ、どうして？あんなにすごいの。ねえ、ケンちゃんも見たでしょ？めちゃくちゃ速くてかっこよかったよね。さっきケンにも言ったんだけど、才能のある人って伸ばさなきゃ損だよ。俺みたいに何もないやつは勉強するぐらいしかないんだけど。翔太だって今は気づいてないだけで、絶対何かあるよ。そうだといいんだけど、大学で見つかるかな。私、そろそろ行くわ。あ、引き止めちゃってごめんね。あ、ケンちゃん、ホタルたちもそろそろ帰ろうよ。二人の邪魔をするのもな。ま、駅まで行こうか。それじゃ出発。さかのちゃん、またね。さよなら。なあ、今出てくときも俺たち無視されてなかったな。またひそひそ話してる。ホタルにも教えてよ。いやー、ケンがホタルちゃんとのこと俺にのろけるんだよ。なんとかしてくれない？ほんと？ケンちゃんどんなこと言ってた？まあまあ、照れるな照れるな。お疲れ。お疲れ様。ああ、それで。ああ、本当なんだ。
にいなけんよ。空飛ぶ魚のことなんだが、いや、それがダメだ。俺は彼女を裏切ることはできん。だから忘れてくれ、イナケン。誤解するなよ。写真は確かにあったんだ。ヤトだけ写ってた。何して合成じゃなかった。あいつには機体に変更処理があってよく見えない、そんな風に言われたけど、俺は見た。でもそれだけじゃなかった。空を飛んでいるなんて。信じてくれなくていい。だけど俺は見た。本当だ。お、どうした。いつもながら楽しそうだな。そういや、さっき宇宙人が来てたぞ。何？合わせてくれ店長。稲穂って普段もああいった感じなのか。戦うと面白いもんだな。ああ、まさか南も信じていたのか。そうだろうな。じゃあお疲れさん。